4部か、うん、4部で密かに丈太郎がみんなに黙って研究してたことなんでしょう。4部、4部人で黙って研究、人で正解。なんであれ、なんであれ誰にも言わないの、人で。黙ってやってんだよ。黙ってさ、忙しい時間を縫って人で研究してる。でも午後かなんかで海洋博士が、それが評価されて、あ、なってなってさ、確かに確かになってたわ。唐突に一番最後になんか人手の本気だったんだ。人手あったなぁ。すごいですね。すげえなぁ。これね、ね、ローにね、昨日ね、出してもらったんよ。あ、はい。話してたから、それでね、ちょっと、出したいんだけど、俺はちなみにわからんかったんやけど、三木鷹の本名わかる？三木鷹、あ、名字、名字。三木鷹ゾン氏。すごい。三木鷹ゾン氏じゃん。ゾン、そうそうそう。それはわからん。出てこない、そんな。三木鷹ゾン氏っていうのはあれです。あれでも、ぬ、三木鷹ゾン氏。あ、ぬ三木鷹ゾン氏。あ、そうそう。三木鷹ぬ、ぬ抜けてたわ。三木鷹って誰だ？あの、宇宙人。宇宙人か。あはいはい。あ、それ面白いな。あいつって本当に妄想なのか何なのか分かんないんですよね。そうそうそう。あ、でも面白い。でも、あ、そう、プレゼンなのかスタンド使いなのかっていうね。そうそうそう。分かんないよね。じゃあ、マニアッククイズ。じゃあ、5部で、チョルノたちと戦わなかった暗殺チームは、複数に回答かで。複数？複数。暗殺チーム。あ、一人は分かるの。複数でお答えする。一人は、あいつでしょ。あいつあいつあいつ名前ですかね。あの鉄にするやつなんだっけ。そうそうそう、あいつあいつ。なんだあいつの名前。ね。あいつの名前すら出てこないの。スタンド名わかんない。メタリカでしょ。メタリカの。そう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 。ドッピオじゃなくて。ドッピオ。ドッピオと戦ったんだよ。そう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 。ドッピオと戦ったんだよあいつは。リーダーで。まだあいつが出てこねえか。リーダーリーダー。なんだっけな。なんか食べ物みたいな名前じゃなかったっけ。みんな食べ物基本的に。あ、なんだっけあいつの名前忘れた。出てこねえ。リ？リ？あ、リゾット、リゾット。あ、リゾットネイロか。ああ。お、すごい、リゾットネイロっていうね。そうそうそう。リゾットネイロか。あと一応あのソルベとジェラートも暗殺チームなの。出てこなかった、死んだけどすぐに。ああ。ああ、そうかそうかそうか。マギリのソルベね。それ覚えてんのすごいな。あいつらのスタンドって出て、まあ、そもそもスタンドあるのか知らんけど、まあ、あるんだろうな、多分。確かに、出てきてる。あるんですか。まあ、そうか、はいはいはい。あったねー。うわー、俺、そういうちょうどいいの、なんか浮かばねえなー。ああ、じゃあ、すごい簡単な問題出すわ。これ簡単だと思う、はい。スタンドを漢字で書くと。ユーハモン。うわ、すげえ。あー、すぐは出てこんかったー、それ。そう書くんやと思ったよ。ハモンなんや。ユーハモンね。あ、じゃあ、ハーミットパープルを漢字、日本語名？漢字が書けねえ。忍者の。忍者の紫。あ、そうそうそう。あー、すげえ。やばいな、この会話。もう超休み時間にオタクがやるやつ。この会話やばいな。この会話やべえ。うん、いや、放送やったね。いや、やっぱり。ジョジョクイズ出し合うのやばいな。ランタンは、異常に覚えてるわ。うん、すげえな、やっぱ。ああ。